はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方でディレクターレター、アペンドスキルの今後の対応についてというね、まあ出て当たり前だなっていうやつが来たので、まあそれについてちょっとお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで先にもう本文で全部見ちゃいましょう。まあ加納さんがいろいろ言っておりますが、昨日発表いたしましたアペンドスキル2つの追加にあたり、皆様に非常に不満や不安を抱かせる状態になって誠に申し訳ございません。今後につきまして下記の対応を行わせていただく方針といたしましたので、皆様にご報告させていただきます。まず、解放済みのアペンドスキルを他のアペンドスキルの解放に切り替えられる機能を追加いたします。解放済みのアペンドスキルの解放レベルを引き継いだまま他のアペンドスキルの解放に切り替えられるようにいたします。これを実施した場合、切り替え先のアペンドスキルが未解放の場合、切り替え元のアペンドスキルはレベル1かつ閉じた状態に戻ります。で、聖杯鋳造の使用したサーヴァントのコインを復元し、過去に、鋳造可能であった分の聖杯の補填を実施いたします。ん？これはどういうことなんだろう。まあいいか。で、8月4日までに聖杯鋳造を行ったユーザーの皆様に対しては、全てのレアリティにおいて聖杯鋳造で消費したサーヴァントコインを復元いたします。そうなんだ。はい。また全てのユーザーの皆様に対しまして、今まで獲得したサーヴァントコイン数の数から過去に聖杯鋳造で可能性があった分の聖杯数を換算し、鋳造を行われなかった分の聖杯を付与させていただきます。これはどういうことなんだろう。まあいいか。まあこれらにつきまして、準備ができ次第順次できるだけ早く対応させていただきます。新しい機能が必要なものにつきましては最優先で追加対応を計画していく所存ですが、各種イベント等の準備も同時に進めておりますため、数ヶ月お時間をいただくことをご了承いただけますと幸いです。また今回のお詫びといたしまして、すべてのユーザーの皆様に石120個を配布させていただきます。8月5日17時半の時点で FGO をプレイされているすべての皆様、 FGO をプレイしていただける皆様にとって、せっかくの周年というタイミングにおいて熟慮不足によってお祝いに溝を刺す状況になってしまったことを重ねてお詫び申し上げます。これから FGO をより楽しんでいただけるように尽力してまいります。誠に申し訳ございませんでした。というので、まあ加納さんがね、まあディレクターレターということで声明を発表しているという感じなんですが、なんかこの感じ俺めっちゃ思うのが、加納さんが多分主導でやってないんだろうなって感じがめちゃくちゃするよね。多分上のアニプレかな。なんかそんな気がするなーって思うんだけど、まあこれはね、あくまで俺が思ってるだけなんで正しい情報ではありません。あくまで俺の憶測なんですが、なんか加納さんというよりも多分上のアニプレが圧かけてそのままゴーしちゃった結果、こういうバカみたいなことになってしまったんだろうなーって勝手に思いながら、まあ一応ねちょっと各文いろいろと見ていくんですが、まず解放済みのアペンドスキルを他のアペンドスキルに解放に切り替えられるよう機能を追加いたしますということで、まあこれに関しては妥当ですよね、正直。まあ1,2,3全部開けた人が4号の強いスキルは開けれないって考えると、おいふざけんなよっていう話になるので、まあこの機能が追加されるのは当たり前かなと思います。正直2開けるのはまあ結構妥当なんだけど、1と3って結構趣味で開けてる人が多かったんで、その趣味でパーフェクトしてる人たちに対してこういう機能追加されてもそりゃ不満買うだけだよねっていう話になるから、この機能が来るのは本当に当たり前かなと思います。で、解放済みのアペンドスキルの解放レベルを引き継いだまま他のアペンドスキルの解放に切り替えられるようにいたします。で、これを実施した場合、切り替え先のアペンドスキルが未解放の場合、切り替え元のアペンドスキルはレベル1かつ閉じた状態に戻りますってこれ書いてるんだけど、これってさ、まあ例えばで言うと、俺ちょっとねまだね、あのこのやつ噛み砕いて考えてないので、まあ、合ってるかどうか分かんないって感じなんだけどね、まあこのベニエンマのやつ、まあ、9、10まで上げました。で、この第3のやつをまあ第5に切り替えようって思った時に、このやつは1に戻るっていうことなのかな、多分。まあスキルに関して9のまま維持してほしいっていう気持ちはあるんですが、あれなんかな、まあロックされて追加効果が発動しなくなると同時に
まあ昼上げに関しても無駄になるって感じなのかな。正直無駄になってしまうんだったらっていう気持ちがあるんですが、まあ正直13に関してはまたスキル集めればいいやって思うし、まあ45のクリー力アップと CT 短縮がめちゃくちゃ強すぎるっていうのがあったりするんで、うん、まあここに関してはまあ割り切りましょう。はい、まあそういう感じで、切り替え元のアペンドスキルはレベル1かつ閉じた状態に戻るんで、まあここはご注意してください、注意してくださいって感じですね。でなんか5時修正って書いてるんだけど、まあここの聖杯鋳造ちょっと見ていきましょう。聖杯鋳造に使用したサーヴァントのコインを復元して、過去の鋳造可能分であった聖杯を補填いたしますっていうことで、まあ聖杯鋳造で使用したサーヴァントコイン、まあ俺めちゃくちゃ低レアなやつあるんだけど、それがまあ戻ってくるっていう感じなのかなってなったら、まあ普通にフレンドポイントを回さないで済むんで、まあこっちとしてはありがたいっていう感じか。でまあ全てのレアリティにおいて消費したサーヴァントコインが復元されるということで、まあ高レア使ってる人もいれば低レア使ってる人いろいろいると思うんですけど、そこら辺は全部返ってくるんで安心してくださいって感じかな。でまた全てのユーザーの皆様に対しまして、今まで獲得してきたサーヴァントコインの数から過去に聖杯鋳造できた可能性があった分の聖杯数を換算しっていろいろ書いてるんだけどさ、これどういうことなの？はい、これに関してちょっとね、普通に後々読んで気づいたということで訂正させてもらいます。これに関して過去に聖杯鋳造できた可能性があった分って書いているんで、普通に聖杯鋳造できなかったやつがそのまま入るという感じなので、もともと聖杯鋳造を毎月毎月ちゃんとやっていた人に関しては聖杯入ってこないです。はい、普通になんか書き方的に俺すっげえ難しく考えすぎた結果、ちょっとね意味わかんないことを言っていましたが、今回のやつ特に気にしないでもらえたらいいかなと思います。なので聖杯鋳造どれぐらい始まったかわかんないんだけど、20ヶ月ぐらいはやってた気がするんで、40個ぐらい生成するうちに、あ、この日この月ちょっと作れなかったなけど2000枚以上あったわっていう人に関しては聖杯普通に入ってくる可能性があるということで、まあそこに関しては、あ、やった、聖杯鋳造してなかったけどもらえた、ラッキーみたいな感じで思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。以上ということで訂正でした、申し訳ございません。そのことを言い始めたら俺やばいことになるんだよね。まあぶっちゃけこれでいっぱい聖杯がもらえるんだったらそれはそれで嬉しいんですが、ハト君のね聖杯鋳造でいうとこんな感じなんですよ。うん、この分まあ3000とかいろいろねめちゃくちゃガチャ引いてるやつがあるんだけど、この分が超大量にもらえますって言うんだったら、ちょっと破格すぎないかやばいなっていう感じがするんだけど、なんか個人的にちょっとこれ読んだ上で俺あんまり、理解できていないわ、ちょっとおバカさんなので。うん、まあただ聖杯もらえるらしいっていう感じだからあれなのかな、一応聖杯鋳造が開始されてからの分の聖杯を一応もらえるのかなっていう認識でハトさんは言おうかなと思います。うん、今まで獲得してきたサーヴァントコインの数から過去に聖杯鋳造でできた可能性があった分の聖杯の数を換算しってなったら、なんかまああまりちょっとよくわからないんですが、まあそういう、まあ、聖杯も一応、付与させていただきますということで、まあサーヴァントコインが戻ってきてかつ聖杯も一応配布されるよという形になります。はい、まあそのやつ、まあその2点ですね、ここ回収されますよって感じです。でまああとは石120個配布されるということで、まあここに関しては妥当だなという感じで、ありがとうという言葉は使いません、妥当だな、当たり前だなと思うので、うん、まあまあここに関してはこのガチャ使ってまあ水着ガチャ引くとかでいいんじゃないかなと思います。でまあここ一応ね、まあ解決したように見えてはいるんですが、結局宝具レベル8は必要です。はい、一応今回ね、過去に使ったやつとかいろいろね、帰ってくるよみたいなこと言うていますが、今後パーフェクトにしようって思うと宝具レベル8は結局のところ必要となるという感じなので、まあそこは変わらずっていう感じかな。まあ正直ね、うん、妥当な気はするよ。うん、というか当たり前だよって俺は思うよ。
だって今回の仕様はさすがにゴミすぎるもん。ユーザーのこと考えてないんだなっていうぐらいにすごいひどい仕打ち。 FGO を楽しんでいる人たちがもう全員萎えてこのゲームやめますっていうレベルの仕打ちだったんで、もうこれに関してはこの対応をするのは当たり前だと思うし、これに対してありがとうっていう言葉は僕は一切使わないです。当たり前だと思うので、はい。まあこれに関してはね、ちゃんとまあ一応ここに書いてるんですけど、まあ結構ね、あの時間がかかってしまうかもしれないんでご了承いただけますと幸いですって書いてるんで、すぐ対応されるというわけではなく、まあ来年ぐらいに対応してくれたらいいんじゃないかなっていう感じかな。うん。まあただね、本当になんでこれで OK しようとしたのか、俺は本当にそれが聞きたい。当たり前に炎上することを当たり前のようにハッピーワーイっていう感じでやってね、まあ今もツイッター多分炎上してると思います。まあちょっとは沈んでるかもしれないけど、沈下してるかもしれないんですが、まあ当たり前の対応、当たり前に炎上することをやって当たり前の対応して、まあ運営君はバカだったよねっていうだけの話となりますので、うん、まあこれに関しては今後こういうことがない状態にしてほしいねって本当に思う。もう素直にね、なんかフォーグレベル8前提にするのとかもやめた方が俺はいいと思うよ。フォーグレベル5にした上で絆15で、パーフェクトにできますっていうようにする方が健全だと思うし、なんだろうな、フォーグレベル8前提なのは変わってない時点で、あ、まだ金稼ぎたいんだな、しかもずる賢く稼ぎたいんだなっていう気持ちがねめちゃくちゃするんですよ。ちゃんとイベント作ってないけど、とりあえず金だけ稼ぎたいみたいな、楽して金稼ぎたいみたいなね、気持ちがめちゃくちゃね、もうにじみ出てるんで、まあそういうのは分からないようにやってほしいなっていう感じかな。はい。ということでね、今回ちょっとこの動画緊急で撮影しておりましたが、18時過ぎたということで、強化クエストが始まっています。まあそこに関してはね、また後々動画上げようかなと思っておる。もしくはこの動画よりも先に上がってる可能性があるので、うん。まあ気になる方はね、そちら見てもらえると幸いです。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。Thank you.